経済部の内田記者です。お願いします。よろしくお願いします。斉さん、野村さん、はい、突然なんですが、オリンパスと聞くとどんなイメージをお持ちですか？あ、僕ですか、はい、僕やっぱりオリンパスといえばもう本当に子供の頃から馴染みがあるんですが、オリンパスハーフというですね、キャメラに代表されるようにですね、日本の冠たるキャメラメーカーの一つということと、まあ、あとはあの例のいわゆるごたごた劇ですよね、粉飾決算をめぐる非常にみっともない、日本の企業としては本当にみっともない姿を晒しちゃって、まあ、そういった、まあ、イメージをお持ちかもしれませんが、はいはい、今日はですね、カメラとはまた違いまして医療のお話をさせていただきます。ちょっと後ろのモニターをご覧いただきます。今オリンパスの授業では、はい、まあ、医療が主な、メインのこう授業といっても過言ではないんですね。でそんな、まあ、先ほど申し上げましたオリンパスなんですけども、まあ、おととし、まあ、旧経営陣による粉飾決算がありまして、ちょっと会社としてはかなりこう厳しい状況になったと。その中で救いの手を差し伸べたのがソニーなんですが、そのソニーとオリンパスが、まあ、医療に強いオリンパス、そして映像に強いソニーが一緒になって、医療の現場にこう革命的な変化を起こすかもしれないということで、今日はものづくり日本の最前線を取材しました。 VTR をどうぞ。日本の医療産業が高い競争力を持つためには、次々とイノベーションを起こしていくほかに道はありません。日本の高い技術の出番です。アベノミクス第3の矢である成長戦略、それを支える柱として医療産業の活性化は必要不可欠とも言える。そんな中、世界から注目されている日本の企業がある。両者の技術を組み合わせ融合することで、外科用内視鏡をはじめとした医療機器分野で革新的でかつ競争力のある商品や事業を創造してまいります。革新的な医療機器やシステムを開発してまいります。両社のさらなる企業価値の向上を図るものでございます。テレビの売り上げが低迷し、4年連続で赤字のソニー。旧経営陣による粉飾決算で資本増強が必要なオリンパス。経営に苦しむ両社が去年秋、資本業務提携を結び、今年4月にソニーオリンパスメディカルソリューションズが誕生した。最先端の映像技術を持つソニーと、世界トップシェアの内視鏡技術を持つオリンパス。新しい会社は両社の技術を融合し、医療分野に新たな革命を起こすことが目的だ。オリンパスの、まあ、医療機器の技術で、ソニーのセンサー、イメージセンサーだったり、まあ、光学の技術を、まあ、合わせることによってですね、これはもう間違いなく、まあ、いい商品ができる可能性は極めて高まったんじゃないかなと。両社の化学反応が一体どんな変革をもたらすのか、それを知るために我々は医療の現場に向かった。もう10年早く出てくればよかったっていうか、結果として安全で早い手術、出血量も少なくなる、こういうのがあるといいです。昨日都内の病院で行われた腎臓と尿管の全摘出手術。今回採用された手術方法は、お腹に大きくメスを入れずに体に10ミリほどの穴を開け、そこから器具を入れる内視鏡外科手術と呼ばれるものだ。この手法は患者への負担を極力減らす低侵襲治療と言われ、手術後の生活もこれまでに比べ大幅に変わることとなる。患者さんの負担がすごく少なく済むという、早期の社会復帰ができるということですね。術後の回復力も早く、体への負担も少ないため、特に仕事をしている方や年配の方にはありがたい手術方法である。翌週から海外視聴したいけど、それ可能ですかという質問される、まあ、忙しいビジネスマンの方とか外交官の方とかいらっしゃるわけですね。そういう患者さんのリクエストも答えられると思いますね。しかし、この治療は全ての手術に適用できるわけではない。さらに、非常に厳しい、大体合格率6割ぐらいの試験を受けて合格した人ができる。全ての医師が内視鏡を使った手術をできるわけではないのだ。
高い技術力を要する内視鏡手術。この手術を支えているのが、内視鏡を通して患者体内の様子を映し出すことができる映像技術である。これまでは平面での映像を見ながら行うのが主流だった。通常の腹腔鏡下手術、今までの手術はテレビ画面が 2D だったので奥行きがありません。だからそういう中で臓器を切ったり、それから縫合したりするという操作が難しくなるので、すぐにはできないんです。ある一定のトレーニングを積まないとできないと。医者個人に高い技術が要求される内視鏡手術。しかし今その構造が大きく変わろうとしている。もう10年早く出てくればよかったというか、結果として安全で早い手術、出血量も少なくなる、こういうのがあるといいです。昨日の手術ではオリンパスの 3D 立体画像技術が使われた。立体的に画像を写すことによって臓器の形や血管などの位置関係が立体的に把握できるため、手術をより安全に行うことができる。奥行きがあるかないかって、自分で実感できるだけで、その自分の監視がどこにあるかもすぐ分かりますし、だからその奥に潜んでる、何か危険を早めに察知できる。若い世代にはこういうのを使ってもらえれば、我々の苦労がね、感じなく済むわけです。もうそこをポンと乗り越えられて、より、あとはもう手先の問題になりますからね。医療機器の向上は患者と医者にとってこれ以上はないというぐらい大きなメリットだ。だからこそ地道な技術開発が今日も人知れず進められている。そしてこの技術開発が花開き実を結んだその日こそが、ものづくり日本再生の日となるのだろうか。